常念司かチャンネルニュースの虎川ガオーはい始まりました皆様チャンネル登録ね、えー、そしてですね、えー、面白かったらいいねボタンさらにね、えー、感想のコメントなどをお寄せいただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします、えー、今日はですねこのスミスのね プリントが前にあるシャツ新しく作りましたんで、<laughs> えこれちょっと着てやってるんですけど、あの、台湾タイパイナップルの話ね、今日のあのおはようジョネちゃんファクトチェック中でもやったんですが、まあ、改めましてですね、ちょっとこの件を取り上げたいと思うんですね、これまあ、もうちょっと大きな文脈でですね、えー、まあ、特定の国にね、えー、制裁を課す意味で、 え、こういう、まあ、特産品の輸入制限というのはね、有効かどうか、ね、まあ逆効果になる場合もあるよということで、まあ今日のですね、おはようジョネちゃんで紹介したですね、台湾産自由パイナップルが中国の圧力に勝利、日本も支援というね、このニューズウィークの記事、それからね、産経新聞にもですね、こんな記事出てますね、このニューズウィークの記事を予約する内容で、台湾最層と日本のパイン購買増にえ社員、 中国の金融は逆効果かという、まあ、こういうね、記事がまあ出てます。まあ、3件の方がちょっとまとまっているんで読むとですね、台湾の農業委員会、まあ,あの農、農水省ですね、えー、はですね、えー、3日、今年の日本のパイナップルの購買量が前年比130%増の5000トンになる見通しを発表したと。えー、中国が台湾産パイナップル金融を先月発表して以降、台湾は輸出の多角化や、えー、台湾内消費の拡大を図ってきた。 えー、全体でも、えー、大幅増の見通しで、蔡英文総統は日本などの各国に台湾人、えー、日本などの各国や台湾人に謝意を表明したと、えー、いうことです。まあ、チャイナはね、その外注が入ってたとか難癖つけてね、えー、輸入をまあ停止すると、えー、いうふうに発表したんですけど、まあ、これ単なる嫌がらせじゃねえかと、えー、いうふうに言われております。で、このニューズウィークの記事によるとね、えー、日本がいち早く反応ということで、 このね、台湾の、その、まあ、ま、えー、農業評議会、まあ、要は農水省によるとですね、台湾から輸出されるパイナップルの、ほぼすげ、すべてがチャイナ向けで、で、台湾のですね、えー、年間産出量の、41から43万トンの約10%を占めていると。で、昨年はですね、4万1千トン以上がチャイナに輸出されたそうです。で、台湾の、ま、計画ではね、まあ、チャイナが買わないということで、まあ、余った5万トンのパイナップルをですね、 えー、大体6割を、えー、日本、アメリカ、シンガポールなんかに輸出して、4割は、えー、国内加工メーカーにね、えー、まあその、食品加工メーカーに地元産パイナップルを使ってくださいっていうふうにまあ、えー、使ってもらうつもりだったらしいんですよ、えー。ところがですね、あの、サイエブンさんが呼びかけたら、おお、じゃあ手伝ってやるよ、そ俺も俺もってみんなが寄ってきてですね、えー、なんとですね、えー、チャイナの、えー、政府の通告から、 96時間後の2日の正午までに海外市場へ5000トンを含むですね、海外市場への5000トンを含む4万1 6 8十何トンのパイナップルが売れてしまったとえいうことです。 で、特にですね、日本はすごくて、まあ、このニュースウィークの記事ではね、世界で最も厳しい食品、食品輸入基準のある日本も、最も早く反応した国の一つだったというふうに書かれております。で、台湾政府のパイナップル推奨キャンペーンの初日に、日本からの注文がなんと62、62%増加。えー、で、今年の対日輸出は前代未聞の5000トンと、さっきの3件の記事と一緒ですね、前代未聞の5000トンに達すると、えー、いうことです。 で、さらにですね、台湾政府は国外在住の台湾市民からの需要の増加にも、えー、対応しようとしていると、えー、いうことでですね、えー、このまあ農業委員会ね、まあ、農水省の陳さんという方がですね、えー、パイナップルの、ねえー、輸入を停止するという、えー、チャイナ政府の、ね、一方的な決定は国際貿易の規則に矛盾していると述べたと。えー、だが、農業委員会ね、まあ、台湾の農水省は WTO に対する仲裁申し立てを検討する前に、えー、チャイナの関税当局とさらなるコミュニケーションをこ、えー、試みるだろうと、え、いうふうに、まあ、言っていると、えー、いうことでですね、<laughs> えー、これ、あの、農水省のみならずね、台湾の、まあ、外務省ね、外交部もですね、えー、この自由パイナップルに支援をおうということで言っているそうです。で、まあ、今のチャイナによるね、パイナップル金融、かつてのオーストラリアからのワイン輸入をね、制限した、その、チャイナの反ダンピング措置のようなね、まあ、そういうもんだというふうに、台湾の外務省は考えているそうです。 で、あの時、オーストラリア産ワインにはですね、なんと200%の追加関税が上乗せされて、まあ実質には輸入金措置ですよね。まあこういうことをやられたと。で、まあ、台湾政府はですね、オーストラリアの自由ワインを支持しようと呼びかける国々に加わりましたと。で、今回ですね、台湾のね、ご外交部長ね、外務大臣はですね、台湾の自由パイナップルに同様の支援が欲しいと、ツイッターにね、書き込んで、オーストラリア産を買ってくださいと、いうふうにやったそうです。で、まあその、 経済のね、え、利用した抑圧だというね、このね、台湾の主張に対して、チャイナのですね、そのまあ、台湾事務弁公室というね、台湾工作をやる、まあ、そこのね、えー、まあ、部門はですね、パイナップルの金融は、チャイナの独自の農産物を保護するために必要だった、なんて、知らじらしいことを、まあ、言っているそうですが、まあ、今ね、こういうことをやられるとですね、ま、最早とはね、やっぱ脱チャイナ進めなきゃいけないな、ということで、ますますチャイナから離れていってしまうのかなと。 いうふうに思います。で、実際にですね、えー、蔡総統が就任して以来、政府の経済計画は、新南航政策というのに基づいているそうです。で、その目標はね、チャイナの市場,市場への依存,依存を解消し、その代わり、えー、南アジア、東南アジアのパートナー国と貿易及び安全保障を構築し、えー、それをオーストラリア、ニュージーランドまで拡大することと。まあ、ぜひ日本もね、手を差し伸べてほしいですけどね。はい。で、えー、まあ、台湾のですね、えー、現在の状況はですね、 えー、輸出の40%以上が、チャイナと香港向けだそうです。だこれをやっぱ脱却するっていうのは、まあ、並大抵のことではないですが、まあでもね、その台湾をね、応援したいなというふうに思っています。で、我々日本人もですね、なんか声優で台湾産パインアップル結構売ってるらしいんでね、僕もまあ買ってきてですね、えー、なんかいろいろ、何作ろうかみたいなことでね、ライブで言ったらなんか酢豚とかいろいろ出たんですけど、カレーがいいかなと。 え、カレーを作ろうかなと思ってるので、そのうちちょっとカレー動画も上げたいと思うんですが、まあそういう感じでね、まあ今までその台湾産のパイ,パイナップルなんて、ね、1年に1個買うか買わなかったやつをね、買わなかったでしょ多分ね、そんなにね。まああの、1年に1個も買ってない人は1個買ってください。で、1個買ってた人は2個買うと。で、これぐらいのことするだけでですね、まあ結構なですね、えー、ことが起こるんです。はい。実際にあの、まあ今回の流行り病でね、 トイレットペーパーでもティッシュペーパーでもなくなりそうになった時だってあれもね普段だんね、まあ、週に1個ずつしか買わない人がまあちょっと予備でもう1個買っとこうかなってみんながやったらあんな大パンに行なっちゃうんですよ。ね。あれぐらいまあ、えー、ある意味そのバカ売れしちゃったわけですよね在庫も底つくぐらい。 えー、まあ在庫底づいてすぐにまた供給したんですけどね、えー、あれはだって国内で作ってるから絶対なくなりませんってまあ言ってた通りだったんですけど、絶対なくならないもんが一時的に店頭から姿を消すぐらいね、えー、なっちゃったのは、えー、1個でいいやっていうところを、まあ、2個買ったぐらいで、まあ、あれぐらいのこと起こるんで、まあ、我々のですね、えー、パイナップルね、えー、1個も買ってなかった人は1個買うね、えー、1個買ってた人は2個買うぐらいをね、10人に1人ぐらいやっただけで、これはね、もうね、大変な台湾に対する応援になると。 えー、いう,ふうに思っておりますでちなみにね台湾産品ということで言うとねあの最近ね台湾ウイスキーっていうのは結構ね熱いんですよ美味しいんです。あのこの間ちょっと私ねお祝いでいただいたんですけれどもめちゃめちゃ美味しかったです。はい あの、ウィスキーアワード取ったりしてるんですよ。台湾って結構ね、あの、あったかいからウィスキーダメかと思われてたら、あの、発酵とかが早いんで逆に二毛作的にバン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 いろんなもの作って、あの、こう、やるらしいんですよね。お酒ってほら偶然の産物みたいな部分もあるので。で、そういうのもあってね、台湾ってそういう、まあ面白い、えー、まあ、えー、昔の台湾とね、 イ中華料理だけじゃなくて、まあ、こういうパイナップル、まあ、パイナップルはもともと有名ですけれども、そういうウイスキーとかね、そんなの出てきたりしてやってるので、ぜひね、皆さんね、台湾を応援していただければなと思います。で、それにもましてですね、この経済というものをね、えー、常にですね、そのまあ、自分たちの覇権のね、武器に使おうというね、このチャイナという国は一体いかがなもんかなと、まあ、こちらのね、サイレントインベージョン、えー、こちらの本ね、たびたび紹介してますけれども、 これね、これ奥山さんの副読本の方ですが、まあ、ここでもね、紹介されている通りですね、やっぱりね、ありとあらゆることを彼らは、まあ、自分たちの,その戦略に使おうとしていると、ねまあそのえー、派遣の、ね、確率に、えー、使おうとしているということです。えー、このね、冒頭にね、えー、こう面白いことが、はじめにのところにね、面白いことが書いてあるんですよ。はいえー、チャイナ共産党は、えー、こう書いてあります。 経済関係の悪化を脅しに使い、チャイナに対する批判的な意見を封殺することに成功している。外国のマスコミが北京を怖がり批判を抑えるように仕向け、メディア資本を買収して、えー増えー、支援額も増やしている。反政府活動を弾圧して治安を確保するハイテク監視システムを途上国に輸出している。さらには共同研究や共同プロジェクトの名のもとに各国の大学や研究機関に近づき、 知的財産やハイテク技術を根こそぎ奪っている実態を全、まあ、編にわたってこの告発したのがこちらの本ですよね、サイレント・インベージョンですよね。ぜひ、ね、皆さんもねねこれね、えー、お読みいただきたいなというふうに思います。でねこの中でねやっぱりねあの、チャイナはね何をしようとしているかということでね。あの、まあこののまこ えーっとね、チャイナの友人を作るのが実は目的だっていう、あの、まあそういうのがあるんですよ。あ、ここだ。一番最初に書いてあるわ。えー、中国共産党は中国政府が望むような発言をして、中国の利益になるような、えー、なるよう動く友人たちを各国のエリートやリーダー層の中に、えー、多数育ててきた、えー。具体的には外国の、えー、指揮者や有力な元政治家。 えー、メディア関係者を、えー、まあ、有力な政治家、もしくは元政治家ね、メディア関係者を代弁者にして、アメリカ一挙時代は終わった、中国の勢いは止まらない、中国に歯向かう具をやめて、良好な関係を保とう、西側は中国のやり方を見習おうと宣伝させていると書いてあります。 はい。で、そういうやり方ね、まあ、今回台湾にやったんですけど、失敗したんで、いい例なんでね、失敗した例をね、ぜひ宣伝してね、えー、我々も台湾パイナップル美味しいみたいなね、鉄腕ダッシュでね、ぜひね、台湾パイナップルでお料理作ろうみたいな企画ね、やってほしいなと、えー、いうふうに思っております。はい。ということで、まあ、あの、悪事はね、 え、こうやってですね、えー、お天道様によってですね、まあ、白日のもとにさらされて、えー、皆さんの批判を受けるということなんじゃないかなと思いました。はい、ということで今日の内容、えー、面白いなと思った人ね、ぜひ高評価とね、チャンネル登録をしておいてください。あとコメント欄にね、面白かったみたいなこと書いてください。で、あのー、サブチャンキャンペーンはですね、 明日で終わりなので、土曜日からまた通常放送に戻りますので、えぜひですね、皆さんせっかくサブチャンに来たんですから、チャンネル登録ね、してっていただければ、また行ったり来たり、あの、ありますので、あの、一定期間過ぎたらね、またそのうちやったりしますので、両方ぜひチャンネル登録していただければというふうに思っております。はい、ということで、えー、今日の内容面白かった人、絶対にえチャンネル登録といいねボタン押しておいてくださいね。はい、ゴー